日東交通フ通にーう営業所は、千葉県フ津市川名に位置する日東交通の営業所である。整備工場を併設しており、同社車両や立山日東バスなどグループ会社の車両は、この工場で点検、整備を行っている。参加のカ佐港出張所と共に2車庫で構成されている。2017年3月20日より、 東営業所の管轄する一般路線バス全線でパスモなどの交通系 IC カードが導入された。富津線木更津駅西口と青堀駅を経由して富津公園を結ぶ路線である。運行区間の多くは県道90号を経由する。夏季期間中は富津公園より先の富津ジャンボプールまで延長運転される。なお、 ゴールデンウィーク期間中は一部の運行区間で渋滞が起こるため定時運行ができない場合がある。旗沢線木更津駅西口と君津駅南口を結ぶ路線である。途中、国道127号線と新日鉄住金社宅や住宅地が密集する旗沢地区を経由する。ほとんどの便が当営業所の受け持ちであるが平日朝の一往復のみ。 木更津運輸営業所が運行する。三島線木更津駅西口から、君津中央病院、君津バスターミナルを経由して、中島を結ぶ路線である。途中、国道127号線を経由する。路線名の、三島は、かつて中島より、先の続走、三島、小崎方面まで運行されていたことに由来する。周線鉄所、駅南口から、 君津バスターミナルを経由して、中島を結ぶ路線である。上ズ高校の登校日に限り、君津駅南口上ズ高校間の急行も運行される。イオンモール、木更津線木更津駅から市民会館、イオンモール、旗沢を経て、君津駅を結ぶ路線である。富津営業所と木更津運輸営業所の共管である。 長夜の時間帯に限りイオンモール、木更津従業員口を経由する便がある。イオンモール、フッツ線機密駅、青堀駅とイオンモールフッツを結ぶ路線である。今まで青堀駅からイオン、フッツショッピングセンターまで行くには徒歩を要するなど、不便を強いられてきたが、当該路線の開業により買い物等のアクセスが、格段に向上した。出入小瓶として、早朝に1本のみだが、 ふ津つ営業所、君津駅北口の運行がある。ふ津つ市役所、君津駅線、大抜駅東口から、ふ津つ市役所、青堀駅を経て、君津駅南口を結ぶ路線である。当初、市役所閉庁費は、全便運休となっていたが、2012年10月1日より、君津駅南口への延長の際に、早朝の1往復を呼び、 年末年始を除き毎日運行へと変更された。また、交通系 IC カードは2021年10月現在利用できない。機密マザー牧場線機密駅とマザー牧場を結ぶ路線である。今まで同区間はマザー牧場が独自で無料送迎バスを運行していたが、当該路線の開業により優勝化と増発がされる格好となった。 他の一般路線とは異なり、運賃は前払いとなっている。君津市、コミュニティバス2017年10月1日より、旧、アモーニットーバスは九州合併され、上ズ港出張所として、当該営業所の参加となった。以下の路線は現在、君津市、コミュニティバスが、代替運行。配属者は、以下の通り、国内3メーカーを揃えている。 IC カードサービスの導入路線拡大について、日東交通、2017年3月13日閲覧、路線バス、富津市役所、秘密駅線市内乗り入れ開始のお知らせ、市からのお知らせ、秘密市役所、2012年9月3日閲覧、令和3年度第1回富津市地域、公共交通会議資料1、富津市、 2021年10月21日閲覧。富津市公共交通ニュース2021年10月号。2021年10月21日閲覧。秘密駅南口マザー牧場直通路線バス。開通。ピックアップ。マザー牧場。2016年11月24日閲覧。カ佐港市庁所の遺憾について。日東交通株式会社。 2021年4月7日閲覧、ありがとうございます。